はい、はい、拍手お願いします。でくれぐれも、お伝えしておきます。これは皆さんが少しコーチングが分かってできるようになってきたからお話をしていることであって、こんなことばっかり考えていてはいけませんよということを伝えておきます。どういうことかっていうと、実はコーチングの最中にこんなこと考えてたらもうコーチングが進まなくなりますから、もう頭の中いっぱいになるでしょ。俺これ分かった気になってんのかなとかこうなってない。だから 今まで通りコーチングはしてってください。要はあんまりこのことにこだわらずに今まで通りコーチングしてってください。でそれでいいんです。ただその外側でもっと何か言葉について考えるとかで、自分がどれだけ分かった気になっちゃってるかについて自分で気がついていくっていう練習をしてってください。でそうすると自然と今やってるコーチングにそれが反映されてくるから、ちゃんとあこれだって思う瞬間があるから、だからつながるところまではいつも言いますけど、別々ね、弾き語りの練習みたいなもんで歌だけ歌ってる、ギターだけ弾いてる、でどっかで歌歌ってたら自然とギターがくっついてくるとか、ギター弾いてたら自然と歌える瞬間っていうのが来ますから。でだからそこまでは別々に練習するんだってしとかないと、多くの人がこれを やろうとしすぎて頭がいっぱいになって人の話がそもそも聞けなくなるとか、それからね、もしくはこれがやりたくって、とにかくっていうのはどうしてどうしてって聞きまくって相手にうんざりされてもういいですって言われるとかっていうことが起こるから、それも分かってるので今まで通りでいいですコーチングは。だけどっていうのはとかね、どうしての意味が分かってきたわけなので、ぜひそれを活用、それをもっと使えるようになるために、日常の中でね、そのコーチングとは別のところで少しずつ練習をやるとかっていうことをやってくださいね。さあ、どう伝えようかっていうのは、うん、そうですね、うん、まあ、お世話になったっていうのがあるの で、うんで、なんか無下に断った感じにならないように、うんうん、無下ではなくて何なんだろう、うん、あでこのことも皆さん覚えておいてね、無下で断った形にならないって言ったじゃないですか。でこれ否定形と呼んでるんですけど、要は無下に断るっていうのを打ち消してるだけですよね。で無下に断らないやり方っていうのは、丁寧に断るもあるし、いやいや受諾するもあるし、そうですよね、少しずつ説明していくもあるし、相手の話をしっかり聞くもあるし、いろんなことがあるわけですよ。でだから無下に断らないというのは実はほとんど中身がないですから、だから無下に断るんじゃなくて何なのって聞いてあげることで、無下に断るんじゃなくてまずはしっかり話を聞いて、うんうん、その上で丁寧に、まあ、お断りする。でさ、まずはしっかり話を聞いてって言ったら、はい、しっかり話を聞いてっていうのはって聞いてあげたら、実はどんな話がしたいのかとか聞けたらいいのかとかっていうことが出てくるわけでしょ。はい。でだからそういうこうね、だんだんやっていくとそういう感覚を養えるようになってくるから、でそうすると何かこの人にとって本当に必要な情報が引き出せるようになってくる。でそういうのが、インタラクティブリスニング の本質の部分だし、やりたいことね、我々が。でそこに向かって一緒に練習していきましょうということなんです。でさあ、迷っているって最後書いたね。迷っているっていうのは、そうですね、迷っている、なんで書いたんだろう、ちょっと待ってください、そうそう、どう伝えようか、迷っている。そうですね、迷っているというか、まだそこまで考えてなかったんだけど、この心情が多分迷っているっていうことを表してしまったんですね。ということなんだよね。だから迷ってるんじゃなくて、そこまで考えてなかったとか、やっぱりもっと話が必要だと思ってるっていうことなんですよね。はい、そうです。ということだし、何かもっと話を聞いてみないと、で何と言ったらいいかも分かんない部分もあるのかもしれないし、今の話聞いてたら、そもそもなんかどんな関わりをすればいいのかっていうことについてだって考えた方がいいのかもしれないんだよね。このまま関わっていくのか、 それ以外なのかっていうこともね、はい、っていうふうに今、はい、レポートが書き換わりましたねっていうことなんですよ。でこういうふうに現場を確認していって、あそうか、自分今こんな状態なんだです。でもっといろんなことが確認できるよね。ここに行って、じゃあ相手の人はどんな気持ちなんだろうってやってみたりとか、それから自分が今までやってきたことってどんな意味があったんだろうとか、それを改めて見て自分はどう思うんだろうってやると、また現状認識が変わる、レポートが書き換わる
ですよね。で本当はどうなっていったらいいんだろう、制約なくってこう作っていって、ここで、ね、何か、まあ、自分がいたりなんか周りの人がいたりなんだりして、でこんなことができたらいい、でそれはどうしてなんだろうとかっていうことが分かっていく。でそうしたらこの2転換がどうやってつながっていくのかなっていうことについて、いよいよまたディスカッションができるっていうことです。でこういうふうにコーチングはやっていくんですよと。でやっぱりだから我々ただ臨場感作るだけじゃなくて、実は現場にこだわってるからこそですよ。臨場感よりも何でも現場なんです。常に現場にこだわってるから、言葉の背景にある現場を知りたいし、その現場が浮かび上がってきたらその現場をより体験しながらより理解を深めていくっていうことがやりたいんだっていうことね。だから扉の前を通り過ぎるんじゃない、現場は扉の中にあるっていうことですから、扉を開けて中に入るんだっていうことをやりたいんだっていうことです。じゃあ隣の方と感想です。どうぞ。ありがとうございます。